木下翔太、職業ボートレーサー、群雄割拠の大阪支部の若手代表レーサーだ。2コースから2番の木下翔太、さあまずはいいスタート。これからもご声援よろしくお願いします。お疲れ。まあ瞬間はあんま、まあ常ですけど、はい、思えば常、そのやっぱり、なんですかね、まあでも毎日幸せです。今や木下選手の代名詞グラッチェ、一体いつ生まれたのか。いつぐらいですかね、3年4年前ぐらいになるんですかね。そうですね、やっぱりあの A1 になってというか、いつぐろ、まあ、イースタンヤングぐらい、浜名湖のイースタンかなんかで始めたんかな。だから3年か4年前やと思うんですけど、はい、G1 とか呼ばれるようになってきて、やっぱりあの覚えてもらえるようにというか。グラッチェ、この言葉が生まれる前にさまざまな葛藤や悩みがあったに違いない。なんか前言うたら、まあ、活躍すればやっぱグラッチェといえば木下とか、まあ、ノブとかにそういうイメージ持ってもらえて、やっぱりこうまずそこから入ってくれるので、まあ、それ原動力になってますし、まああのそうですねまあ結果的には、まあ、やってよかったなっていうのもありますけど、何回やったやろ、まあ、写真撮るとき常グラッチですし、何回やったかな、もう分かんないですねいや全くないんですけどね、ないし、僕親指短いんでちょっと伸ばすようにはしてますけどやっぱこれからも続けていって、あのもうやめられない感じになってますイエー。